奴ら生きてる息なんか止めねえダメだ。最後勝負に出る吉田にはもういいな。ああ、ベリーグッドだもん。ただそれ以外だな。ちょっと調子乗らすぎた。それはダメだ。逆に調子乗らなきゃいけないのはこっちのチームだ。いや、まだ好きになるぞ、父は。君で初めての純が泣いた。人生で一番泣いたかもしれない。下手したら怪我した時以上に泣きました。こんな泣くとは思ってませんでした。でも泣くのは今日まで、今日までだよ。今シリーズ一日おきだったけど乗り切った。10月から参戦だ。俺の希望はこれから会社とリングドクターと相談しますけど、10月からフル参戦希望します。ありがとうございます。パパはワルマのチャンピオンが公開ということで、公開、そして、大ヒット上映中ということで、銀杯マスク、新日本のリングに上がる日があっても面白いですよね。このシリーズ一つも勝つことできず終わっちゃったっすけど、自分のプロレス人生はまだまだこれからなんで。必ず強くなってまたみんなの前に立ちたいと思います。この秋のシリーズ最終戦に、同世代4人で組んでね、最後勝利で飾れたったらやっぱり悪い気はしないですね。同じ時代を確認して我々がいまだ健在で、そして若い力を、ね、踏み潰すというか、ね、まだそして自分たちの健在ぶりを伝えるこの神戸という地で、ね、最高のステーションでした、ね、力が有り余っているこの、我々同世代の人間たちはまだまだリングで自分たちの力を存在存分に見せつけていきたいんで、しかるべき舞台がやっぱり欲しいなと思いますね。なんとかですか、まだまだ力有り余ってますから。以上です。欠場後初めてのシリーズ、無事に終えることができて安堵しているというよりは、安堵の気持ちともまた違うし、今日勝った嬉しさともまた違うし、なんだろう、この48歳にして今プロレスに携わっていること、その体から湧き出るエネルギーだったりとか喜びだったりとか、それが今の俺の全てなんじゃないかなと思いました。なかなか第3世代の4人で試合したり組んだり、そういうシリーズをこなしてきて、もっとね、いろんなことやっぱしたいなって思ってしまう。プロレスラーだから欲が深いから、もっともっとなんか俺にはできんじゃねえかとか、もっとやらなきゃいけないんじゃないかとか、いろんなことやっぱり考えながら試合してた。別に今の現状が不満とかじゃないけど、今こうやって試合やってる中でね、もっと何か周りが、あえて自分から今言わないけど、周りのファンの人たちとか会社の人間が、おいおい、これ小島とか永田とか天山とか中西とかに、これなんかしなきゃ面白くねえんじゃないかって、今の新日本プロレスという風な流れを持っていくしかない。そういう戦いを普段のリングの中で見せていくしかないんじゃないかなと、すごく今痛感しました。このシリーズを終えて最終戦、これだけのファンの人が今でも俺たち4人にこれだけ熱い声援を送ってくれる、それはずっと俺たちが積み上げてきたものだから、だからこそこうやって今でもファンの人が喜んでくれたりする。だったらそれはまだこうやって体が動くうちに、こんなに元気のうちにそれを生かす機会をやっぱり欲しいなと思います。ありがとうございました。